回を。バクテカと言います。卒業される方おめでとうございます。4年生の方、なんていうか修士の方いろいろいらっしゃると思うんですけど、はい、で出荷される方もいらっしゃると思います。おめでとうございます。でですね、まあちょっと、まあ、時間もあんまりないんでパンパンいきますけど、まあ、どういうものかっていうちょっと、簡単に、はい、はい、こういう ID で2008年から2012年の3月まで牧場で RA をさせていただいていました。でですね、子さんアピールこんなにこんな、じゃあ本号1ですよ、今37ですよ、これ今回これに、これの後のこの後懇親会があると思うんですけど、この懇親会で君君ちょっとなんかこれ参加してる途中でなんかツイッターになんかブログ上げてたよね、参加レポートみたいなのって言って声かけられて、坊能さんにで、ここで働き、ここで働かせてくださいみたいなことを言って、2年半ぐらい働いておりました。なんか何をやったかっていうと、国内外のデータベースを数え上げるお仕事、まあ、今はこれちょっとなくってインテグバイオっていうものになってるんですが、データベースカタログを作ったりとか、割と最近ではブログを書くお仕事、それお仕事かっていう感じですが、一応ちゃんとしたお仕事っていうことで、さっき紹介がありましたけど R のパッケージを調べてみないって言って、その使い方を調べてみるってことをやりました。で、お仕事じゃない、もう2013年なんで退職してるんですが、ツイログにボット登録した方がいいんじゃないかって、しといてって言って、おう登録しておきましたって言って、こうもうやっちゃいましたっていう、これの間がですね5分ぐらいで、こうなんかいきなり夜中にお仕事振られてる、お春夜か、はい、こういうのもありました。牧場クオリティ、こういう楽しい職場です。でですね、まあ何かっていうと、こうはい、老害です。具体的にどういうことを話すかっていうと、何しに来たんだ、何しに来たんだって、これ今日の目的はですね、まあ勧誘はしません。こういう感じですね。ちょっとフォローされたい、フォローされたいっていうか、まあフォローしたいっていうか、ちょっと喋りたいことがあったので来た。はい。でですね、これ2010年から2011年のニュータのリストなんですけど、いろんな家畜がいたんですね。これ僕ですね。奈良にいた人とか、いろいろいるわけです。でこれあまり知られてない、もう2年経っちゃったりすると分かんない人も結構いるなっていうのは、ちょっともったいないなと思うんですよ。今どうだ、いっぱいいます。なんか30何人ぐらいになって、ちょっともう僕もなんていうか、こう分からない、フォローできてない人もいっぱいいる。で仲良くしたい、若いやつらと仲良くしたい。でまあいろいろ、はい、でまあちょっとそういうのは良くないので、でこれなんですけど、先ほどの10の心得でありましたね、書き留めを議論したことはなんちゃらっていうのが、でツイッターブログなんかで、アウトプットをしようっていう話でした。でこれも僕は非常に感銘を受けているというか大事だと思っていて、でこの、紹介があったかもしれないんですけど、統合牧場の家畜の人たちはブログを書いて、その、RSS 更新履歴っていうのがひとまとめに見れるところがあります。統合牧場中央倉庫といって、ハテナアンテナを使ったシステムがあるんですが、これがすごくいいなと思って、僕も今でも RSS を登録して、なんというかこうファボテロというか、ハテナスターを押しに行ったりとかしています。でこれにですね、実は出荷し終わった人というか卒業した人のブログ、まだここにちょろっと書いてありますけど、出荷された人のブログもまだ残っていて、でこういうもので、たまたまなんですけど、もう OB とか OG が今何やってるかも間接的には分かる。でももうちょっとなんていうか積極的に関わりたいと、関われたら楽しいんじゃないかと思ってまして、牧場を出た後の活動も共有できたら楽しいんじゃないかな。僕は今、キータっていうブログで R のことをちょろちょろ書いたりしてるんですが、そういうものも、まあ、どういう人がいたのかとか、へえそういう人がいたんだみたいなとか、今はこういう人がいるんだみたいなのも相互にもうかなり、歴史ができてきたので、そういうのも共有できたら楽しいんじゃないかと思ってます。はい。
ご清聴ありがとうございました。以上です。